新年明けましておめでとうございます。今年攻めたいスポット第1、続きましてこちら、7段8段だ。8段のハンドレール、ここも入りたいです今年で。このハンドレールの裏には10段ステア、10段と10段、 あっちも10段。昔ここ来てスケボー終わって帰る時にここ通って、高校生ぐらいの頃かな、ここ一発でオーリー決めたの覚えてます。自分でもびっくりした。また、10段ぐらいなら全然、ちょっと今は無理です。はい、じゃあ続いてさっきのハンドレールの裏のところは超スーパーウルトラモンスター級のハンドレールがある。一躍有名人ですよこれで、これをやったら。これ上から見ると相当でかい、スーパーウルトラモンスター級。いつかできる日が来るといいですね。で、プッシュ距離はまあまあある、路面もそこまで悪くはないけど恐ろしすぎる。ちょっと何段か数えてみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18で、18の最後は2段分の距離、19段の距離。スーパーウルトラモンスター級のハンドレールでした。ちょっと2週間ぐらい空いちゃってるんで、またっていう、そこまでひどい運動不足ではないんですけど、なんかもうしょっちゅう振り出しに戻る感じです。続きまして、さっきのとこから車でちょっと行った場所なんですけど、ここ7段ステア、1回だけ。OK。で、準備運動もしてません。よかった、決まりました一発で。ちょっと時間ないんでもうすぐ行きます。今年はビビらないで一発目から行くっていうのが目標なんで。ここ龍河くんがトリフリップで飛んでたとこですね。これをトレフリッパー、やばい、意外と距離ある。で、
ちょっと今年調子いいかもしれないですね。去年は怪我の年だったんで、今年はガンガン攻める年にしたいと思います。続きまして、ここはリベンジの場所です。前キックフリップができなかった場所。すごい。ちょっと今日はトラックが邪魔でできない。残念。ちょっと一回やろうとしたけど、スケーターがいます。そうだぞー。あの通り道に小さいハンドレールがありました。スピード出してここら辺で滑れば。あ、もう誰かがやってるのかな。これもできそう。次のスポット。ここも超スーパーモンスター級。あ、でもない。あ、なんか今見たらそうでもない。あ、まあでもここはドロップインですね。よ。ここからドロップインして、ああでもこの。これが、これはちょっと削らないと危ない。ここはいけそう。すぐ怖いけど、ビビらなければ余裕で一発ですね。あれが、あの排水パイプが邪魔。ドロップインは余裕って感じです。じゃあここも攻めたいと思います。今年今は排水口が気になるんですよ。排水パイプが。でも全然いける。ここもなんかいけそうなんで一発だけやります。もう今年はガンガン攻める年ですね。やっぱり今年のワッフルをお楽しみに。イエー、幸先いいっすね。じゃあ次のスポット、ここはさっきのスポットから下ったとこにある長いレール、長いハンドレール。ここちょっと高さが腰近い、もうほぼ腰だけど、ちょっとバンクになってるんですよ。傾斜がついてる。ちょっと傾斜がついてる。で、バンクになってて、スピード出して入ったら、この高さは全然いける感じ。いや、全然余裕ではないけど、いける。これを全流ししたら、一躍有名人。あ、でも、途中でカクンって曲がってる。まあ、ここでなんか決めるぐらいならできると思います。ここもやりたいと思います。次はここなんですが、ちょっとできなさそうなんで次回。ここが最後のスポットです。もう最後っていうか、別にここはやりたいっていうとこじゃないんですけど、最後にちょっと滑ろうかなと思って来た場所です。小さいギャップ。ほんで、おこう、こういう感じです。もう時間ないんで、じゃあちょっとだけなんかできるか。
ずっ、むずっ、むずっ、危ない、まだ、まだ取れてる。耳取れてる？耳取れてない？いったー、いったー、ガシャンガシャンボシャーンってなりましたね。はい、じゃあもうこれで終わりたいと思います。あ、もう一回最後に、しかもなんかちゃんと取れてないっぽい。あ、絶対耳の部分取れてないっぽい。あー、痛かった。怖っ、さっきここで耳ガッシャーンいきました。もうもろにこうやって。超痛かった。取れてなかった。オッケー、取れてたー。